皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー今日も遊んでいきたいと思います。お友達でライバルのハグチャンネルさんがね、チャンネル登録300人突破しました。すごい勢いでね、追いかけられてるんで、くるくるくるさんも頑張っていきますよ。くるくるくるの方もハグチャンネルもゆういちゃんのマリオメーカーも皆さんよろしくお願いします。今回は恋逃げれば恥だが役に立つ30秒スピードランモルルさんのコース、久しぶりにとても難しい遊んでみたいと思います。ベストクリアタイム29秒、クリア率 0.48、0.5% 切っちゃってますね。こんな難しいの久しぶりだよ。このクリボ当たらないんだね。当たるのかと思って今一瞬ドキッとしたけど、ほいちょんちょんちょん、演奏のスピランか、いいね。でもこういうのだと中間がないんだよね。こうか、ほい、降りちゃった。ここはあの、トゲゾウいないとダメなんじゃないの。そうだね。あ、どかんあった。惜しかった。おっしゃ、いい感じで来れた。まさか2回目でここまで来られるとは思わなかったけど。これは、追っかけられてんのか。逃げたって恥じゃないよね。ほい。おー、びっくりこた。ほい。あ、うまくジャンプできなかった。そしてこれ、ハテナブロック壊されちゃったらやばいね。スタートからなんだよな。ここ一番最後のところが本当に追っかけられてるタイミングがギリギリでドキドキしますね。来る来る、よし、ここでいいのかな。逃げれてる、逃げた逃げた逃げた。クッパさんもなんか倒されてたよね。おーい、思ってたより早くクリアできたな。でこれなんで砲台が壁の中にめり込んでるんだろう。でピンクコインが1枚足りないんだけど、今気づいたけど10枚目をゲット、ありがとうございました。お次はこちら、またまたとても難しいから集団行動、マリメアイゴガムラさん、読めますね。クリア率 2.33% 遊んでみたいと思います。ベストクリアタイムから見るに10秒制限のコースなのかな。ピンクコインを取ってあと1枚、よっしゃ全部、あ、え、待って、4枚目がどこにあるのかわからなかった。そしてこのバブルさん、ほい、え、待って、最後の1枚本当にどこにある。どうだ、よっしゃ、これた。あー、ちょっと起き上がるのが早すぎた。焦るの禁止ね。ほい、ほい、どうだ、オッケー、ここでいいんじゃないの。これで全部取ったから、あとは扉に入るだけ。うーわ、隙間がないな。どうだ、残り1秒。くっそ、このギリギリのタイミングつかむところが難しいぞ。よし、入れた。おっと、ツタの奥の方で扉に入らないといけなかったんだ。そんな入り方があるんだね。はい、今日はちょっと短めですが、このコースで終わりにしたいと思います。1画面での壁キックチャレンジハード、テレミテレレさん、いいねランキング難しいからですね。クリア率 4% のコースになっています。早速遊んでみましょう。ベストクリアタイム11秒なんだけど、くるくるくるさんは何百秒でクリアできるでしょうか。よし、はいはいはい。ここまでは難しいところは特にないんだけど、タイム制限が結構きつそうな感じな。あー、しまった、なんでこんなところでミスしてるんだ。プールが吠えててうるさいよ。ほい、こっちからのこっち来て、もう一回登るよ。
ちょっとタイムアタックをやるタイム、タイムじゃないや、体力は今はないんで普通にやっていくけども、ほい、こっちに来て、こっち、はい、こっち、はい、扉に入るよ。残り7秒、これ間に合ったでしょう。オッケー、最後ホイとオッケーをかけて、オッケーね、変な想像しちゃダメだよ。さて、お腹痛いというわけで、今日のマリオメーカー実況はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していてくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。